1926年から1932年にまでに、日本の国内省下ウサゴ両牧場が、イギリス、アメリカより輸入した8頭のサラブレッド品馬、特に1931年と1932年に輸入された6頭の繁殖品馬を総称して、下ウサゴ両牧場の基礎輸入品馬と呼ばれている。種生1906年。 欧米列強との群馬の資質差改善を目指し、馬政局が設置され、日本における本格的な馬産が始まった。それに伴い馬質の需要拡大を狙った競馬の進行も積極的に行われたが、やがて風紀の敏乱により競馬排斥論が高まり、さらにサラブレッドが群馬に不向きとして育成対象から外れたこともあり、官営牧場におけるサラブレッド生産は、 ごく小規模なものに止まっていた。しかし1923年、新競馬法の制定により、競馬の施行について法整備がなされると、それまで民間牧場から繁殖馬を譲り受けて、サラブレット生産を続けていた、官営牧場からも独自の名馬を生産すべしとの声が高まり、1926年、宮内省下宇佐御領牧場が、イギリスより2頭の繁殖品馬を輸入した。 日本名で、種生主導と名付けられた、この2頭の翌年には、戦前を代表する大守護馬となるトールヌーソルも輸入され、これらの組み合わせから生まれた徳政が、第5回東京優秀に優勝するなど、大きな活躍を見せた。星ともさらに1931年と1932年の2度に、渡り、アメリカから6頭の品馬が輸入される。 当時の日本競馬はイギリスからの輸入馬が多く、アメリカケチ脈の導入は、画期的なことであった。成常期にちなみ日本名で星畑、星若、星浜、星谷、星富、星友と名付けられた六頭はいずれも、三空を受胎した状態で輸入されその子の父は、サーギャラハと、万能王、チャンスプレイなどいずれも、アメリカの一流守母馬ばかりであった。来日後に誕生し、 競争馬となったクレオパトラトマス、エレギアラトマス、ピアスアロートマス、シンヨリーナトマス、ナミトミのトンは、計59章、内定出5章点2勝を含む、特殊競争11勝という抜群の成績を挙げた。さらに競争馬として出走することがなかった、星友の子、月友は、種母場として、数多くの名馬を排出し、1930年代から1950年代に、 かけての日本の馬さんに大きな影響を与えた。以後も、星端が東京優秀優勝馬で6度のリーディングサイヤーを獲得した、雲畑生友が史上初の東京優秀優勝品馬、久友聖浜が第1回中山4歳品馬特別優勝馬、ソウルレデー、聖谷が提出後商店優勝馬で名護馬となった時の力を生み他にも、 数多くの産区が競争場、繁殖場として成功を収めた。各品場の系統は日本の生産界に浸透し、前述の8等は今日、在来日本産場の重要基礎品場群の一つとして認知されている。ここでは、メス系子孫のみを記載する。現在の GIQ 競争優勝場のみ記載。太字は品場の時期後、記載名は競争名。 ダービーで2着となったが、この時の1着馬が、徳政だった。この時2着に入った品馬サンダーランドは星若の娘である。1950年代に、メス系子孫は断絶。久吉事件を参照。ありがとうございます。